885型原子力潜水艦は、ロシア海軍の原子力潜水艦の艦級、攻撃型潜水艦と巡航ミサイル潜水艦の機能を兼ね備えており、ロシア語では多用途魚雷、有力ロケット原線と称される。計画名は、ヤ野戦であった。ソ連海軍では、魚雷を主兵装とする魚雷原線と、有力ロケットを主兵装とする有力ロケット原線を、 並行して整備してきた。第三世代原戦においては、プラッテとしては945型及び971型、プラルクとしては949型が建造されており、また971型では RK-55、グラナート巡航ミサイルの運用能力を獲得したことから、多用途魚雷、有力ロケット原戦と称された。1970年代半ばより、国防省、 1> 第1中央科学研究所において、第4世代の攻撃源泉の検討が着手された。当初は、多目的、対戦、対空母の3タイプが検討されたが、海軍総司令部や政府、造船省、設計局の議論を経て、これらの機能を兼ね備えることとなった。1980年3月26日のソ連、閣僚を会議決定によって開発が認可された。 開発担当としては、ラズリート設計局とマラヒート設計局が選ばれた。このうち、マラヒート設計局によって設計されたのが本型である。1990年には設計が完了し、当初計画では1991年より一番間の建造が開始されることになっていた。しかし、ソビート連邦の崩壊の影響で気候は1993年に、 ずれ込んだ上に、ロシア財政危機などによって、予算不足が状態化し、建造は全体に遅延し、1996年には、中断に追い込まれた。プーチン政権成立後の2000年11月には、建造が再開されたものの、その後も建造ペースは遅く、浸水は2010年、収益は2014年となった。885型は、 静粛性に極めて優れた戦術巡航ミサイル大型多目的攻撃源泉として設計された。全体的な船体設計は同設計局が手掛けた971型の発展型となっており、累的型船体に流線型のセール、艦首部に引っ込め式の線だ、艦尾には十字型の縦オーダーを備えるというレイアウトも同様である。セールには 乗員全員を収容可能なレスキューチェンバーが設置されている。構造様式は部分複角式とされている。管内は10区画に区分されており、第2から4及び8セクションのみが単角構造となっている。船体構造材としては、アクラ型と同様、降伏体力は 100kg フォース、平方ミリメートルの高張力庫が採用された。これにより、 通常線行深度520メートル、最大線行深度600メートルを実現した。当初計画では、本型では静粛性と信頼性を向上させた、新型の原子炉や蒸気タービンを搭載する予定とされていたが、開発ペースが合わず、一番艦では VM-11 原子炉を中心とする OK-650V、OK、蒸気発生装置が搭載された。 これは685型以来の OK-650、OK、シリーズの最終発展型にあたり、OK-9VM、OK、サプフィール VM 蒸気タービンと組み合わせて4万3000馬力の出力を発揮できた。その後、2番艦以降では当初予定通り、KTP-6 から 185SP 原子炉が搭載された。これは、 原子炉と冷却系を一体化させることで信頼性を向上するとともに25から30年と寿命の長い核燃料を採用することで収益期間中の燃料交換は最大でも1回で済むようになった。また自然循環方式を採用することで騒音の低減も図ったとされているが詳細は不明である。また蒸気タービンもミラー種に変更された。これに伴い 計画番号は 885M に変更された。推進機は7翼のスキュードプロペラ一軸である。また、補助機関として、出力8 0 0ットのディーゼル発電機と112機、2軍の蓄電池が搭載されている。水平画には、補助電動機2機が取り付けられている。なお、レニングラードのマラヒート設計局は、 1970年頃より、静粛性の極めて高い991型の研究に着手していた。この設計では、主要な騒音源であるボイラーや関連装置をラフト状に化して船体から隔離するとともに、もう一つの騒音源である発電機の変圧器を回転式ではなく非回転式とすることで、回転時に発生する騒音を抑制することになっていたとされる。 この設計そのものは採用されなかったものの、885型の設計にあたって、その成果が反映されているとされている。1980年代中期、ソ連海軍からの依頼を受けて、ルビン設計局では、新型原戦のための第四世代ソナーの開発に着手した。百八十五年には、試作機が六十七 a 型 k 四百三に偽装され、 1990年代後半にかけて、音や電波雑音の影響、光ファイバーケーブルや、新しいソナー冷却システムの効果の確認などに、供された。本型の MGK-600、イルトイシュイコールアンフォラやー統合ソナーシステムは、その実用機にあたり、艦首の大型休憩アレイ、船体側面の平面アレイ、そして、上部重大から繰り出される、栄光アレイから構成される。 アクティブ・パッシブの両機能を備え、探知距離は900キロに達する。また、スカト3の鉱石追尾機能を発展させ、3日前の鉱石をも探知可能としたつ観光石追尾装置を備えた。ナオ本システムは、ロシア潜水艦として、初めて休憩アレイを採用したソナーとなった。潜水艦情報処理装置としては、アクラ型と同様、オムニブス型の改め型が搭載された。 また改めメドベジツア M 型広報システム、ツクロン衛星広報システム、モルニア MTS 自動通信システム、津波衛星通信装置なども装備された。533mm 魚雷発射管を両面に5問ずつ装備している。上記の通り、本型では艦首に休憩アレイを配置したことから、魚雷発射管の装備位置は、船体中部まで後退した。これは、 同時期のアメリカ海軍の源船と同様の配置であった。兵装搭載数は30本、UZ-80 ケム従魚雷、または後継のアグスト 91R 対戦ミサイルなどが用いられる。本型ではソビエト連邦、ロシアの攻撃源船としては初めてミサイルの垂直発射システムを搭載した。これは、 直径2メートル全長10メートルの SM-346 垂直発射灯8本から構成されており、セール後方に4本ずつ2列になって設置されている。それぞれの垂直発射灯にはキャニスターを介して複数発のミサイルを収容でき、合計で 3M14、カリブルなら40発、P-800、オーニクスや 3M22、ジルコンなら32発を搭載できる。 885M は発射塔が10本に増強される見込み。第4世代多応と攻撃源泉である885型は、ソビエト連邦の崩壊後の1993年に一番艦、セベロドビンスクの建造が開始された。しかし、1990年代のロシア経済の不振は、著しく、既存の艦艇すら除籍されるほどの予算不足の影響で工事は停滞。 そのため15年以上も建造状態であったが、2000年代後半のロシア経済の好調により、ようやく春工の目途が立ち始めた。2007年7月、ロシア国防省の海上兵器、軍事機材発注、納入局長、アナトーリー・シュレモフ中将は、セベロドビンスクが2009年中に海軍に引き渡されると語った。しかし、2009年3月19日、 ロシア連邦海軍総参謀長代理、オレグ・ブルセフ中将は、記者会見において、セベロドビンスクは2011年に受領される計画で、あると語った。2010年6月15日、ドミートリー・メドベージェフ大統領臨席の下、セベロドビンスクの浸水式が行われた。翌2011年から会場公務が始まり、年内の竣工が予定されている。 2009年7月24日に、セベロドビンスク造船所セブマシュにて2番館、火山の起港式が行われた。火山は885型の改良型である改め885ヤーセン M 型である。2017年3月31日に、セベロドビンスク造船所で、浸水式が行われ、2018年9月24日には、 最初の高校試験へ出発した2019年の夏までには工場高校試験を完了予定。春行は2019年内を予定している。2009年3月27日、ロシア国防省関係者はイタルタス通信に対し、セベロドビンスク急減船は2017年までに最低でも6隻が建造される計画であると語った。2011年には、 ロシア海軍が2020年までに本級を10隻を収益させる予定であることが報じられた。しかしその後、後継としてハスキー級の計画が開始されたことから、本級の建造は2017年7月に寄港されたウリアノフスクで終了すること報じられた。2019年6月27日に2隻の追加建造について契約が締結され、 2020年7月20日期公式が行われた。ウィキメディアコモンズには、ヤーセン型原子力潜水艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。